皆さんこんにちは。11月20日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。今日11月20日に焦点を当てるのは、カラスウリとツワブキという2つのユニークな花です。これらの花々はそれぞれが持つ得意な美しさと興味深い特性で、自然の脅威を我々に教えてくれます。今日はカラスウリとツワブキの花言葉、原産地、学術的特徴、そして人々の関心を引くエピソードをご紹介します。これらの植物は見た目の印象だけでなく、その背後に隠された物語や科学的な価値にも深い魅力があります。それではカラスウリとツワブキの神秘的な世界へとご案内しましょう。カラスウリの花言葉は不思議な魅力です。そのユニークな外見が普通では考えられないような魅力を感じさせることから、この言葉が選ばれました。カラスウリは日本、中国、朝鮮半島に自生しており、ウリ科の植物です。その最大の特徴は、成熟すると中から赤い種が現れる独特の形状をした果実です。学術的にはその得意な形状や種の散布方法などが研究の対象となっています。カラスウリにまつわる興味深いエピソードとして、一部の地域でカラスウリの不思議な形状をテーマにしたアート展が開催されたことがあります。この展示会ではカラスウリをモチーフにした様々なアート作品が展示され、訪れた人々の間で大きな話題となりました。ツワブキの花言葉は永遠の幸福です。この花言葉はツワブキの花が長い期間美しい状態を保つことから来ています。ツワブキは日本原産で菊科の植物です。この植物の特徴は、その黄色い花と光沢のある厚い葉です。ツワブキは比較的丈夫で、様々な環境に適応できるため日本全国でよく見られます。学術的にはその耐寒性や生態系での役割が注目されています。ツワブキに関するバズるエピソードとしては、ある地域の庭園でツワブキの大群生が観測され、その壮観な光景が写真家や自然愛好家の間で話題になりました。特にツワブキの花が一斉に咲く様子は秋の風物詩として SNS で広く共有されました。カラスウリとツワブキ、これらの花は不思議な魅力と永遠の幸福という花言葉を通じて、それぞれが持つ独特の美しさと意味を私たちに伝えています。カラスウリの神秘的な果実とツワブキの明るい花は、自然界の多様性と生命力を象徴しています。これらの花にまつわるエピソードは、自然が私たちの日常生活、アート、文化に深く根ざしていることを示しています。カラスウリとツワブキは私たちに対して、ただ美しいだけでなく感性を刺激し、創造性を呼び覚ます存在です。皆様にとって今日のお話が、これらの花への新たな理解を深め、それぞれの花が持つ独特な魅力を生活に取り入れる機会になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。動画制作の励みになりますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆様にとって今日が素敵な一日になりますようにお祈りいたします。